吉田選手、改めてフリーエージェントの権利についてどのような決断を下されましたか。はい、先ほど、申請書を、はい、球団の提出しました。改めて決断に至った経緯というのはどんなことがあったんでしょうか。経緯、まあ、自分の、挑戦したいっていうのがあって、そのことを、正直に常務と監督の方に伝えて、はい、そんな感じです。そういった思いが大きくなった時期やタイミングというのはあるんでしょうか。本格的に考えたのは、CS の CS ぐらい、はい、その中で相談された方っていうのは今おっしゃった方以外にもいらっしゃいますか。いや、もう基本的に選手はもうなしにして、選手にね、相談したら、やっぱりね、いろいろ揺れるものがあるので、そこはなしにして、もう監督と常務と、はい、面と向かってそこは話して、はい、その他は、はい、家族交渉の中で球団幹部の方からはどのような言葉をかけてもらいましたか。もちろん最後まで、一緒にやりたいっていうのはずっと言ってもらってましたし、僕も、その他ね、嬉しい言葉も、いろいろ言っていただきましたし、それ言ってもらった中で、僕の思ってることも隠さず全部言った結果、こういう形になったので、はい、今はちょっとスッキリしてます。はい、新井監督には、どのような形でお伝えすることになったんでしょうか。監督にはちょっと黙って高橋さんにちょっと連絡して、はい、直接会って話したいです、はい、西南まで行って監督の部屋で話して、その際には新井監督からはどのような言葉がありましたか。監督からもね、もちろん一緒にこの先もやりたいと、はい、言われましたけど、そこも、僕の気持ちもしっかり伝えて、はい、お互い納得した形で、はい、話は大きな決断になると思うんですけれども、来シーズンからプレーする球団、これの決め手ポイントというのは何かありますか。決め手、セリーグに行くことはないので、それも言いましたし、セリーグなら、正直、行く意味はないと思っているので、行くならパリーグで、やってみたいですって言って、やっぱりセとパで野球が違うので、少なからずパの野球に興味があったので、そっちの方でもね、野球人生短いので、そっちの方でもプレーしたいっていうふうに思いました。キャリアと年齢というところも考えてのご決断なんでしょうか。そうですね、もう、30手前ですし、はい、ここから良くなるのか悪くなるのか、自分次第でもあるので、はい、そこで環境を変えてまた、新たな自分探しができたらなと思っています。改めてここから入団まで、カープでいろいろな思い出あると思いますけれども、振り返っていかがでしょうか。8年でしたけど、すごく濃い時間でしたし、いろんな方にもお世話になりましたし、でも意外とこうあっという間というか、8年間で、宣言するって言ったものも、さっき常務とも話して、やっぱり寂しいなっていう、はい、思いが一番ですかね。一つ
大きな思い出といいますか、これまで広島でプレーした中で、一番大きな心に残っていることというのはありますか。まあ、やっぱ3連覇したときに、まあ、その場に折れたっていうのは、はい、僕の野球人生では、いい経験になっていると思います。ここまで応援してくれた、またこれからも応援してくれるファンに向けてはいかがでしょうか。まあ、8年間ね、超満員で、いつも、大きい声援を、ね、いただいてたので、まあ、すごく力になりましたし、本当に感謝してますし、はい、まあ、来年はね、まだどこでやるか分かんないですけど、まあ、変わらずカープの方に、はい、していただいて、僕も陰ながら、チェックしてますし、はい、応援もしてますし、まあ、その中で僕もね、負けないように頑張りたいなと思います。ありがとうございます。テレビ共同からは以上になりますが。